トラックレーサー。トラックレーサーとは、自転車競技のトラックレースに使用する自転車である。ピスト、ピストレーサー、ピストバイク、トラックバイクと呼ぶこともある。同様に舗装路の高速走行を目的とする、ロードバイクとは、共通点が多いが、変速器を持たず固定ギアとなっていることで、区別できる。また純粋なトラックレーサーにはブレーキがない。 日本においては競輪に使用されている自転車も抗議のトラックレーサーに含まれている。基本的にロードバイクよりもシンプルな構造をしている。また競技用自転車としてはトラックレーサーはトラック競技がなかった時代からの最も古い形態でもある。現在はカーボンコンポジットによるフレームが主流であり、過去にはアルミやクロムモリブ電工など鋼材を使用したフレームが 中心であったが、現在の世界選手権では主にカーボンフレームが割れている。だが、車体の総重量は部分を含め 6.8kg 以上でないと、レースに使用できない規定がある。トラックレーサーはギアがフリーホイールではなく、固定、ハブに小歯車が固定されているされており、幼児用遊具用の三輪車と同じである、走行中はペダルを回し続けなければならない。 競技専用であるためブレーキはない。ビーチクルーザーなどのコースターブレーキと違い、タイヤ直結のクライク回転を落とすことで減速、停止する。もし必要な場合は専用のものを別途取り付けることになる。フォーククラウンとシートステイブリッジに穴が開けられていないのでロードバイク用のものは、付けられない減速するときは、ペダルの回を緩めて抵抗をかけ、止まるときは、 回転を抑える用事からを加える、バックを踏むという。ペダルを逆に踏めば、バック走行も可能である。日本国内において、保安部品、特に前後、ブレーキを備えない状態では、道路交通法の定めにより、行動を走ることはできない。行動用にピストフレームの後方のシート部、シートステイに板を強で取り付けるタイプのブレーキが、売られている。しかし行動を走るためには、 道路交通法、内閣不イにより、全車輪及び5車輪を制動するとされているため、法律を遵守して行動練習を行うためには、大改造が必要となる。ブレーキがない理由は軽量化や構造の簡素化による、車体故障の防止だけではなく、再接近して争う、トラック競技において走行中のブレーキは即接触となり重大な落ち車事故につながりかねないため出る。 トラックレースは屋外の競技場で行う場合もあるが、屋内の板張りトラックで行うため、非常に細い高圧タイヤを使う場合が多い。一般にはパイプリームとチューブラータイヤ、構造は入れこにな、ゴムチューブの組み合わせである。車輪もトップレベルでは前輪に流線型の翼断面を持つカーボンアームホイール、後輪にはディスクホイールを使うことが多い。 国際競技などで使われるものの車軸計は全 9mm、5 0ト、mm、ルであるが競輪では双方とも8ト、mm、ル軸を使う。オーバーロックナット寸法、車輪を車体に止める幅は全 100mm、5 1 0ト、mm、ルまたは1 2 0ト、mm、ルダブルコグである、通常のロードバイクは全 100mm、5 3 0ト、mm、ルマウンテンバイクは全1 0 0、mm、トル。 535mm である。ダブルコグ、両切りとは、後ろ車輪の両側に違う大きさの歯車、スプロケット、コグを取り付け、車輪を裏返すことで、ギア比を変えるものである。練習用に、ダブルコグの片方に、フリー機構のついた歯車を付けることがある。古くは片側に2枚を付けられ、必要に応じてチェーンかけ替えができるものもあった。 700X18C から 700X32C まで板と規格1 8 m m 6 2 2トルから3 2 m m 6 2 2トル使われるが一般的には 723C 板と規格2 3 m m 6 2 2トルが使われることが多い。ハンドルはいわゆるドロップハンドルの一種であるがロードバイクのように 長時間乗るため、いろいろな場所を握り、乗る体勢を変えて、疲労を防ぐという目的ではなく、ハンドルの下場を握り、最大限の力を、ペダル、クランクへかけるという目的で使われる、優勝するためにゴールスプリントで行う、全力疾走を特に、門学と呼ぶ。ロードバイクが、バーテープというテープ状の滑り止めを巻くのに対し、トラックレーサーは、 筒状のスリーブをハンドルに被せる場合が多い。ロードバイク用、ハンドルバーに水平部分があり、マウスバーと呼ばれるのに対し、トラックレーサー用は水平部がない曲線のみで構成され、ピストバーと呼ばれる。材質も弱い材料だと使っているうちに、金属疲労で折れたりちぎれたりしないとも限らないので、ロードバイク用は軽量化のためアルミ材が普通で、あるのに対し、 トラックレーサー用は、合成優先で鋼材を使用している。ステム、ハンドルを車体フォーク部に取り付ける部品に、点返しというタイプを使い簡単に、ハンドル上下をひっくり返せるようにしたものもある。個人を追い抜き、団体を追い抜き、アワーレコードなどでは、タイムトライアルバイクと同様の DH、ダウンヒルバーとブルーホンバーが使用される。年代には前輪を後輪より、 小さくして極端な前屈姿勢になることで空気抵抗の低減を狙ったもの、ファニーバイクと呼ばれ、全24から26インチ、後ろ26インチから 700C などを使ったが、存在したが UCI 競技規定により、現在は使われなくなった。1990年代にはトライアスロン用の DH バー、ダウンヒルのリャクと呼ばれるハンドルをトラックレーサーに装備して、 またヘルメットの形状を前傾した背中と一線にしたデザインに仕上げエアロヘルメット空気抵抗を減らす試みが登場した。初めて用いたのはシステム U チームのローランフィニョンである。競輪向けトラックレーサーには通常のトラックレーサーとは異なる部品も使われておりすべての部品に競技の高精さを担保するため NJS 規格に適合したものを使用する義務がある。なお、 ペダルに関してはすべてクリップストラップモデルのみで、ビンディングペダルおよび対応シューズに、規格基準を通過した製品は存在しない。詳細は、競輪競輪用自転車を参照。トラックレーサーは速く走るための自転車であるが、コテギアであるためペダルを踏む足で微妙にスピードを調整し、ゆっくり走ることもできる。ただし原則は、ペース調整程度にしか行えず、 ブレーキを使わなければ、制動は、不可能である。複雑な変速機構等を持たない、非常にシンプルな構造で整備性、耐久性に優れ、メンテナンスが簡単かつ安価に済むという理由から、メッセンジャーたちがニューヨークなどで1970年代後半から1980年代にかけて、トラックレーサーの使用を開始し1980年代には、 ケビン・ベーコン支援で映画化された。日本国内では法令によりノーベルエキピストの行動走行は禁止されており、またそのような車両に跳ねられた歩行者が死亡したり、重傷を負ったりする事故も相次いで発生した。法令に違反するのみならず、事故の危険も大きいため、警察は交通違反ギップを切るなど取り締まりを強化している。道路交通法の運用方針も改められて、 自転車の車道走行ルールが明確化されることになった。自転車で歩行者を跳ねて死亡させたり重傷を負わせた場合、民事訴訟で数百万から後、霊園長の高額賠償を命じる判決が相次ぎ、また使用4記載の裁判官が歩行者に原則過失なしとの見解を法雑誌に掲載した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。